松代藩。松代藩は、江戸時代、品濃国派に品郡松代町。現在の長野県長野市松代町松代にあった藩。品濃国内の藩では最高の国高を有した。長野県長野市の松代城を居城とし、川中島四郡を領した。藩主は、堺や、佐衛門の城、越前松、平家、真田家が修封した。なお本校では、城地は異なるが、 同じ領地を支配した川中島藩についても記載る。古くには松城とする資料もあり、法永年間に松城に統一されたとされるが、この項では便宜上、松城に統一する。川中島四軍は、品濃国北部の高井軍、玄加高井軍、下高井軍及び中野市、須坂市、水内軍、玄加美みのち軍、下美の地軍及び飯山市。 長野市、皿品群、萩品郡、千曲市を含むの四郡を指す。戦国時代の川中島の戦いで、武田市と上杉市の係争地となったところであり、現在の北進地方に該当する。しかし、北進地域支配の中心は、武田信玄が上杉謙信との戦に備え、山本勘助に命じて築城をさせた、海津城、松城城に置かれた。 近世大名領の成立は、関ヶ原の戦い後の森忠政が十三万七千国で、川中島に入宝したことに始まる。忠政は、川中島領の領国下に勤め、右近県地と呼ばれる徹底的な県地により、全領一揆が発生した学校、徹底的に殲滅した。1603年、慶長八年三正国一国、津山藩に、数を天保となった。海図城は、 忠政の統治時に町城と改名されたとされる。その後、徳川家康の六尾松平忠だてるが、越後国高田藩へ移る1610年、慶長15年までの7年間、14万国を領有し、高田へ家造店舗となった後も新領土に給料が含まれており、1616 16年、元那2年改役されるまでの間領地した。このの領有期間は、 一般に、川中島藩と呼ばれる。ただてる領有機関には、家老、花井吉成が城代として統治して、領内の整備に尽力し、そのため、花井神社が建立され、業績を称えられている。その他、幕府によって、広島藩を改役された、福島正則の新領地となった、高山村、高井の藩や大阪の役で数を得た岩氏の、飛び治療となった、木島平村。 シナの中村藩も川中島藩と呼ばれる場合は、1616 16年、元那2年に、結城秀康の子、松平忠政が12万国にて、松城城に入宝して以降、この地は松城、松城藩廟と呼ばれる。忠政は1619年、元那5年に、越後国高田藩へ転覆。変わって、堺忠勝が10万国で入法するが、1622年、 元羅8年には、出羽国省内藩に移る。この間、同地には、岩木や、1616 16年から1623年、品野中村藩、五出羽国亀田藩に、天保と、福島正則、1619年から124年、秋国広島藩海域後の官人領。後に海域の領地、高位の藩も存在し、これらも川中島藩と称されることがある。 1622年、元羅8年に、品濃国上田藩より、真田信行が13万国で入法した後、明暦4年、1658年に三代、高道の創造時に、文地の沼田領3万国が独立、大六6 8 0年開役し、以後10万国として幕末までこの地は、真田家の所領として続く。真田家はその出自から、 戸様大名とされることが多いが、幕府における石字は、定官官詰め、不代大,大名待遇であった。理由として、八代藩主、真田幸貴らが八代将軍、徳川吉宗の孫である、松平貞信の実子で、阿こと、信行の妻小松姫が、徳川家康の幼女、本田忠勝の実娘、一説によると、徳川秀忠の幼女であること等の理由による。なお、 文治としては、沼田藩以外に、羽西那藩もあったが、後年断絶している。信行は、上田藩時代より蓄財した20万両という、大金を持って入宝した。このため当初は裕福であったが、三代、高道の時代、幕府による度重なる鉄大武神などの不益により、信行の遺産を使い果たした。また、1717 17年。 共放二年松城城下は大化に見舞われ復興に、幕府より一万両を借り受け、逆に借財を抱えるようになった。四代信広は失踪倹約を胸とし財政は持ち直した。五代信康の時代の1742年、漢方二年松城城下を襲う水害に見舞われた犬の満水。この際、再び幕府より一万両を借財し選挙区側の 河川改修が行われた。これにより、松城城下は水害に見舞われなくなった。しかし、再び財政は悪化した。信康は河川改修の中心となった原八郎五郎を過労に抜擢し、河川給与の半地刈り上げ、年貢の前倒し徴収を行うなどの財政再建に努めた。しかし、これが河川の反発を招き、1744年、 遠鏡元年足軽によるストライキという、全国的にも極めて稀な事態となった。1751年、法歴元年には、不正を行った、原八郎五郎を罷免し、代わって、赤藩浪人と称する、田村藩右衛門、浅野家の家老であった、大野ともの子、大野群衛門と同一人物とも言われるを、勝手方として召し抱え財政再建に当たらせた。しかし、な改革は、 農民の反発を招き、同年には、田村騒動と呼ばれる、反内発の一揆が起こった。田村も、また汚職を行ったとして、同年に、江戸に逃亡したところを捕らえられた。信康の後、藩主となった幸宏は、1757年、法暦7年過労の御田木工を買って方に、末財政再建に当たらせた。木工の5年間の在任中、 目覚ましい成果は得られなかった。しかし、藩士、領民の財政再建に対する意識を改革したということでは、ある程度の功績を得られたと言える。雪広は1758年、法歴8年藩校、文学館を開いている。幕末期には八代雪綱が老中として幕政に関与している。雪綱は、完成の改革を主導した松平貞信の子。 第八代将軍、徳川吉宗の彦にあたるであり、行津来公真田家は、国主以外で、自分の領地の国主名名乗れるという特権を得ている。また、幕末の記載、佐久間昭山を登用した。1847年、紅海四年前工寺自身が起こり復旧資金の借り入れにより、半歳は10万両に達した。旧大公共は、ペリーの裏柄工事に、 横浜の応接場の警備を命じられ、その後も江戸湾の第六大城等の警備などを務めたことで、犯罪性は破綻寸前となった。仙台行きらが計画した新たな犯行、文部学校を1855年、安政2年に開校した。1864年、源氏元年、朝廷から京都南門の経営を命じられ、藩平を率いて上落し、 金門の変が起こると散大して、朝廷の守りについた。明治維新の際、松代藩は比較的早くから倒幕で反論が一致し、朝廷から品の前藩の触れ頭役を命じられた。母親戦争には新政府軍に参加して、多大な軍港を挙げたが、膨大な戦費により、財政が悪化し、1870年、明治3年には松代騒動が勃発した。 1871年、明治4年廃藩地県により、松城県となり、その後、長野県に編入された。1884年、明治17年家族霊施行に伴い、藩主家は死者区を授けられた。戸様十13万7500国、審判14万国、審判12万国、不代10万国、戸様、ま、不代各10万国、上記のほか、 水内軍42村、高井軍12村の幕府領を預かったが、水内軍2村は本藩に、残部は長野県に編入された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。